皆様こんにちは、いつもチャンネルゼロご視聴ありがとうございます。坂上玲です。もちろん皆様よくご存知の山田雅彦先生です。早速アメリカから帰ってきたばっかりで申し訳ないんですけど、お疲れのところ申し訳ないんですけど、叩き起こしましてですね、今からちょっと取材が方々お伺いしたいと思います。先生、アメリカでは、いろんなモンサントとか遺伝子組み換えの、状況をお調べになったと思うんですけれども、今現在アメリカではどの遺伝子組み換えとかモンサントとかそういうものの、GMO の市場というのがどのようになっているんでしょうか。今大変なことになってるんですよ。アメリカですか。今ラウンドアップって、今日本で100円ショップも売られて、家庭でも除草用に使ったり、公園とか、学校でも使われてますよね。で、学校でその整備をやってる、46歳だったかな、ジョンソンさんっていう人が、ラウンドアップを20回から30回使ったら、末期のがんになった。で、モンサント訴えたんです。で、ラウンドアップを、ラウンドアップでがんになったと。モンサントが負けたやつですね。そうそう。で、モンサントが敗訴して、なんと320億円の賠償金支払わされる。320億ドルですよ、先生ね。ドルじゃなくて、円に換算して。円ですか。すごいですね。すごいですよね。莫大なお金をね、請求しますね、アメリカがね。で、それでちょっと、その前アネットさんっていってね、アメリカでマンズ・アクロス・アメリカの運動をやってきて、いわゆるノー GMO いわば反遺伝子組み換え食品の運動をね、アメリカであそこまでやった人なんです。女性なんですが、まだ40代じゃないかな、お母さんでね。で、その方が待っていてくださるっていうんで、でカリフォルニアの彼女の家まで行ったんです。楽しかったですよ。そうですか。で、彼女がずっと近くのスーパー案内してくれて、で、彼女はもともとその裁判に立ち会ったんですね。なるほど。判決言い渡しに傍聴に行ってたと。で、まだこのような裁判を、あと8000件、8000件ね、8000件今行われてますと。笑っちゃいけない。8000件ずつ300億ぐらい払わされたら大変ですね、モンサント。早くそんな仕事辞めたらいいのに。25のアメリカの法律事務所で証拠とか情報を共有して今やってますと。なるほど。で、おそらく日経新聞にも載ってましたけど、いわゆるこの6月にドイツのバイエル社がモンサント買収して決定しましたよね。だからバイエル社の株価がそれで急落したと、20% 下がったって日経新聞書いてましたね。で、日経新聞でもこのまま裁判が続いたら1兆円の支払いが免れないだろうと書いてましたね。なるほど。日本の新聞で悪いことばっかりするからだ、モンサント。ちょっとざまあみろですけどね。だから、その前ハリットさんの話では、山本さん、これでモンサント終わりですよと言ってましたね。なるほど。ただですね、しかしね、しかしやっぱりまた訴え、親会社がその320億ね、の賠償金で勝った人に対して今度は逆訴訟みたいな形になっていると聞いたんですよ、親会社のバイエルが。で、そしてランドナップは安全だということを言い始めているらしいんですけども。で、今までもラウンドアップ安全だって言って、すごい圧力をモンサントかけてきてるんだけど、だからいわゆる控訴審で、で、絶対負けることはないんだと、モンサントは言ってるようですね。しかし、あと8000件もそういう裁判があったらね、そうですよ。そりゃね。だからもうね、悪事はやめなさいってことですよ。だからドイツのバイエルも、バイエル社自身も、やっぱある意味でそれだけの状況を開示してなかったら、モンサントを切り離すかもしれないっていう状況みたいですね。とんでもないものを買ってしまいましたね。だからバカなことをしてるんで。本当ですね。ということは、どうしてアメリカはそれほどまでのことになったかっていうとね、
でその前ハネットさんあたり皆さんが知ってるんですけど、はい、いわゆるその全然こう遺伝子組み換えでない食品を食べてるのに、はい、でやっぱりあの母乳の検査とかお母さんたちのね尿の検査をしたら、はい、グリホサートとか、うん、こういろんな BT 毒素みたいなものとか、うん、で成長ホルモンとか、うん、で農薬の残留農薬の害になるものがどうしても出てくるっていうんです、はい、でこれは何だと、で結局あのワクチンを赤ちゃんの時にいっぱい打ちますよね、はい、何十種類も、はいはい、であのワクチンは豚のへそから使うんですね、うん、豚のへそにこういろんな例えばあの成長ホルモンの、はい、いろんな物質が入ってて、はい、だからワクチンの中にそれをわずかに含まれてるんじゃないかとかね、うん、で我々知らず知らずに今でも例えばビール飲んでも第三のビールは結局遺伝子組み換えのコーンから作ったね、コーンから作った糸か、はい、あのたあの異性化糖っていう、そうですね、あの甘みのあるもの液体ですよね、はい、でそれを食べてますからね、うん、はい、豚はね、うん、で私たち人間もコーラとかビールでもそれが含まれてるんです、うんうん、はい、そうですね、だからそういう意味で日本の肉だって家畜の餌は大体アメリカから来てますからね、そうそう、トウモロコシや干し草、それが遺伝子組み換えなんですよね、うん、だから日本の肉も危ないんですね、うんうん、だから今10人に1人は発達障害児、うん、日本でね、でアメリカ で, です、ね、うん、アメリカで3人に1人発達障害児、うん、でこのままでいったら2人に1人になるだろうと、なるほど、それがワクチンに、ワクチン含まれている農薬や、そういうラウンドアップがワクチンにも含まれていて、うん、そこからいくら遺伝子組み換えじゃないものを食べていてもワクチンから入ってきてしまう、入ってきてしまう、なるほど、うん、だから餌で豚の餌に使ったりね、うん、だからそのグリホサートっていうのはもともとその配管液で植物をみんなアミノ酸経路で殺すんですね、はい、だから人間は動物だから大丈夫だと言っても、はい、人間の体の中腸の中だけで、はい、1兆個のあの100兆個だな、はい、100兆個の細菌がいるわけですよ、はい、だからその中には植物性もあるわけで、うん、でそういったものが殺されるといわゆる善玉菌ってよく言いますよね、はい、私たちのその脳に脳神経を害する細菌も脳神経を良くする細菌もあるそうですよ、あ、そうですよ ね, ね、はい、細菌が細、うん、あった方がいい場合もありますからね、うん、例えば腸とかね、うん、はい、だから脳神経を良くする抑える細菌、その毒を抑える細菌が、うん、まで死んでしまって、うん、悪性の脳を犯す細菌の方が増えると異常発達障害児の異常な行動につながると、はい、だからみんなで遺伝子組み換え食品を追放しようと、なるほど、農薬を使わない安全なものを食べる、うん、はい、オーガニックのもの、はい、有機のものを食べる、でそういう運動がもうアメリカでかなり大きくなってるっていうことなんですね、はい、そして案内してもらったスーパーね、なるほど、全部がほとんどオーガニック食品、ほいいですね、うん、それはね、日本には全くないですね、あとスーパーに並んでるね、うん、果物からね、うん、野菜類、うん、玉ねぎとか人参とか、うん、白菜とかね、うん、そういったもの、ね、みんなそうなんです、オーガニックなんです、ぜひとも日本でもやりたいですね、うん、先生それ、ね、しかもそこにあの驚いたんですが、こっちのこうまず最初に野菜のコーナーがあってね、はい、でその次に入っていったら今度あのパンですね、食パンとか、はいはい、それもオーガニックでノン GM の、 あの遺伝子組み換えでないっていうシールがついてるんです、なるほど、いいですね、これはね、はい、でその次にこうお菓子のコーナーなんですよ、スーパーの、はい、ドーナツとかいっぱい並んでますけど、はい、ケーキも並んですが、はい、まさかここは遺伝子組み換えじゃないというのは無理だろうと思ったんですね、はい、ノン GM もじゃない、はい、有機栽培でもないだろうと思ったら、そこもそうなんだって、その小麦粉もクリームも全部、うん、アメリカのケーキってなんか青とか赤とかすごいなんかミキマスドーンみたいなね、うん、すごい美味しくなさそうなケーキが売ってるんですけど、うん、どうでしたか、美味しそうでしたか、まあ、
そんなとこ美味しそうでしたよ。あ、そうですか。カメラ撮ってきてるんで、あ、なんか写真あります、ね。わかりました。後で、で、あので、ね、惣菜のコーナーもオーガニックだって言って、うん、いいですね。で、全部その国が認証したオーガニックのシール、うん、はい、で、あるいはカリフォルニア州はなおそれにもっと厳しいシール作ってて、で、民間が作ったそのオーガニックのシール、うん、そういったものがそれぞれ貼ってあるんですね。日本もね、先生、うん、あのそういう動きになってきてもいいと思いますから、うん、その種子法、ね、あの、はい、廃止 の、 あの違憲訴訟を始めるわけなんですけれども、うん、それと連動してあの、まあ、皆さんにねこれから、うん、あのチャンネルゼロでもこうドキュメンタリー番組やその訴訟の経緯や、うん、いろんな取材したことを配信していきますけれども、うん、放送しますけれども、そこでちょっとあの無農薬の、ね、農、うん、農家を集めて、でそしてそれをちゃんと今システム作ってますからね、箱舟コミュニティのね、うん、あの マーケットので、それでもみんなが会員同士安く買えるようにしていきたいと思ってます、うん、はいね、はい、ぜひそれをやってください、はい、でアメリカはそこまで来ましたからね、すごいことです。でもそれだけ今まで苦しんだからですよね、うん、で、うん、単なる富裕層だけのマーケットかと思ったら、はい、そうじゃないんですね、あの、うん、黒人街でもスーパーには、うん、まあ、確かにノン GM はあの遺伝子組み換えでない食品は高いと、はい、しかし両方を選べるようになってますと。素晴らしい。日本だって両方選べたらねいいんですけど、うん、選べないように今されようとしてますからね、うん、で、しかも彼女がなんでその有機栽培のもの、うん、ノン GM のものがいいかというと、うん、彼女家族ね、子供さん、可愛い子供さん3人いて、はい、おじいちゃんもいたんですね、はい、で、ご主人とこの家族ですが、はい、家族で年間医療費が120万かかったと、はあ、ところが食生活を変えたら、はい、今年に10万で済むんです。そうですね、私もそう思います。だからちゃんとしたものさえ食べていれば、うん、人間そんなにめちゃめちゃね、うん、大病はしないですよ、うん、今これだけ病気が増えてるのは明らかに食品と食品添加物と農薬の、うん、あとここに遺伝子組み換え食品が出てきたら、うん、もうさらに病気だらけということになるんじゃないでしょうかね、うん、そうだね、うん、だから本当に感心しましたね、その、はい、おじいちゃん93歳で、はい、みんなでその彼女はオーガニックの有機のもので作って料理してくれてね、うん、でそれいいですね、子供たちと家族みんなで食べたんです。油ももちろんオーガニックですよね。ああ、よかった。だからオリーブオイル油は違いますって言われたらちょっとね、調味料もスーパーに行くとみんな、はい、あの例えばマーマレードとか、うん、あのよく何ですか、あの、うん、サラダにかけるやつのドレッシングとか、はい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 、いいですね、安心して買えますね、うんうん、だからみんなそこに行ったら安心安全なものを買えるんですよ。日本は全くないです、そういうの、うん、安心安全なものがどこにあるかもわからないっていう状態なんですよ、うん、だからそういう運動をこれからしましょうね。でそれをたった5年で、うん、はい、5年前カリフォルニアでやっぱりどこに行ったらそういうものが買えるかなかなか分からなかったと、はい、今はそうなってしまったという、うん、むしろ普通の、 あのいわゆる遺伝子組み換えの食品とか普通の加工食品、はい、例えばビスケットとか、はい、ナッツ類もねみんなシールを貼ってるんです。ノン GM も素晴らしい、あの遺伝子組み換えでないとか、はい、有機栽培のナッツですとか。わかりました。ちょっとまとめに入りますね先生ね、うん、もうちょっと時間が来ましたからね、視聴者の皆さんいかがだったでしょうか、アメリカではですね、今、遺伝子組み換えでないものをきちんと選べるようになっていて、そしてそういう専門のスーパーがあって、調味料に至るまで、遺伝子組み換えじゃないものが売られているそうです、うん、普通のスーパーがそうなってきてる。あ、徐々に普通のスーパーもそうなってきてると、うん、ということはですね、これなんですよ皆さん、消費者の力なんです。だから皆さんがね黙って仕方がないからって買ってちゃダメなんです。だから皆様が、近所のスーパーでも、近所の何ですかね、
特に一番聞くのは自民党や公明党の政治家さんの事務所に電話することですね。でそして、ちゃんと安全なものを選びたいです、食べたいですって、まあ、毎日毎日ねスーパーと近所の、議員さんにお電話してくださいよ。そうしたら彼らだってやらざるを得なくなってきますから、うん、で、はい、その皆さんお母さん方みんなスーパーで、はい、私もまあこの後ちょっとスーパーで買い物して帰るんだけど、はい、その時に一言、はい、遺伝子組み換えでない農産物、はい、有機栽培のものは置いてませんかと、はい、でそれを置いてなかったら買えると、そうですよ、消費者のが、うん、力を持ってるんですから。だからどれだけ日本政府がね悪いことをしようと、農水省が、うん、危険なものをね推進していようと、遺伝子組み換えのものをね食べさせられようとしてもですね、消費者が買いたくないという意思を明確にしてですね、でそしてスーパーに遺伝子組み換えじゃないものはありませんかっても毎日毎日行ったらいいんです。でそして何度も言いますけれども、近所の議員さん、特に自民党公明党の議員さんに、電話して、電話がいいですね、ファックスか電話が、メールじゃない方がいいですね。でそして遺伝子組み換えじゃない食品を買えるようにしてくださいって言ってみてください。そうすると、やはり毎日毎日そういう声が地元から上がってくれば無視できなくなります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。